箱根湯本駅は神奈川県足柄下郡箱根町湯本にある箱根登山鉄道鉄道線の駅である。駅番号は O51。日本の観光地、箱根の玄関駅の一つである。特急ロマンスカーが小田急電鉄小田原線から当駅まで直通運転している。箱根登山電車は当駅で、 運行系統が分割されており、当駅から小田原方面は小田急の車両による4両編成の電車が、ゴ羅方面は箱根登山鉄道の車両による2から3両編成の電車が運行され、乗り換えを要する。以前は小田原方面にも箱根登山鉄道の車両が運転されていたが、2006年3月18日から営業列車がすべてあたり駅から、 甲羅方面のみの運行になった。また、かつては、小田急線新宿方面から当駅まで直通する、急行が多数運行されていたが、2008年3月15日のダイヤ改正で廃止された。バリアフリーと駅周辺の渋滞緩和などを目的に、2009年頃から改良工事を始めて3月14日に、京城駅舎の供用を開始し、2012年4月に、 ペデストリアンデッキなど周辺整備が完了した。箱根登山鉄道の駅名表やパンフレットに各駅の標高が示されており、当駅はかつて108メートルと表記されていたが、2013年の再調査で96メートルに訂正されている。明治期の湯本温泉港内図、青線は狂期、赤線は 標準記を示す。駅のすぐ西側の勾配を通過する、車両島式ホーム、相対式ホームを組み合わせた2面4線の地上駅である。改札口は、京上駅舎部に位置し、トイレは、ホームと、同1階の南西側の改札内にある。終日社員配置駅で、箱根登山鉄道の自社単独駅では、 唯一自動改札機が設置されており、小田急ロマンスカー特急券売り場、出札窓口、自動券売機、小田急トラベル、箱根湯本営業所がある。ホームには売店、ロマンスカー当日分券売機があり、小田原までの特急券は、発車前にホーム係員が発売する。一部時間帯の小田原方面行き列車を除き、駅員が出発指示合図を出してから列車が発車する。 箱根登山電車は当駅を境に、ゴーラ方面は750ボルトで、小田原方面は1500ボルトと、河川電圧が異なるため、当駅構内の入り駅寄りで3000機が狂気と標準機に分岐したあたりにデッドセクションを設けている。ここ、箱根登山鉄道の車両が通過すると一瞬車内が停電する現象が起こるが、2006年以降は、 デッドセクション区間を通過する営業列車は設定されていない。箱根登山車両の山水タンクへの給水設備が3.4番ホーム間に設けられている。甲羅方面へは当駅を出発するとすぐに80パーミルの上り勾配となる。小田急車両乗り入れ当初は発着番線の数字が現在の配置と逆順序で1980年当時の旧三。 番線と四番線のホームが箱根登山車両のホームで、五番線は箱根登山車両の留置線であった。一番線イコール留置線、二番線イコール小田原方面、三番線イコールゴー方面、四番線イコール小田急通勤車両、五番線イコール小田急ロマンスカー車両が発着していた。1992年までは、 箱根登山鉄道車両による小田原方面用ホームがあったが、1993年の3両編成下の際に廃止となり、2.4番線ホームの延伸、拡幅に利用されている。以後、東端式ホーム1面2線、相対式ホーム2面2線の計三面4線となり、3番線はしばらく欠番になった。五番線は、ゴー方面からの小田原方面行きホームであったが、 前期したように2006年3月18日以降のダイヤでは小田原方面に向かう列車は当駅始発の小田急車両のみとなったことからゴー方面から当駅泊まりの一部列車が使用していた2番線はかつて小田急通勤車6両編成分の有効長であったが2008年3月16日から2両分小田原方に車止めを移動した際に有効調は4両編成分となり 特急ロマンスカーは1番線からの発着に限定されるようになった。その後、同年中にホームを拡幅した際に4番線の延長線上に車止めも移設された。さらに4.5番線はそれぞれ3.4番線に開板された。2011年1月時点では2番線と3番線は車止めを挟んで向かい合うようになっており、 3番線の甲羅方には留置線が設けられている。4番線以外の全ホームで、昇華、箱根八里の発車メロディを使用するが、4番線も臨時列車の発車時に用いる場合がある。2018年度の1日平均乗降人員は11,179人で、近年の推移を可記する。駅前は、土産物店、飲食店、旅館が多く存在する。国道1号上に、 バス停があり、伊豆箱根バスや箱根登山バスの路線バス、旅館送迎バスが発着する。路線バスの停留所には、O51、112のバス停ナンバリングが設定されている。ありがとうございます。